フリードリヒカール・アウグストフォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルクの王族、ビュルテンベルク王子及び、ビュルテンベルク公、最後のビュルテンベルク王・ビルヘルム二世の父親である。ビュルテンベルク王・フリードリヒ一世の次男・パウルと、その最初の妻で、ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公、フリードリヒの娘である、シャルロッテの間に長男として生まれた。歳で、ビュルテンベルク王国軍に入隊し、 騎兵隊員に任官している1832年には不評軍の司令官となり、1841年には騎兵軍の中将となった。1865年、フリードリヒは重帝で規定のビュルテンベルクを変わる一斉により、ビュルテンベルク軍騎兵隊及び連邦軍ビュルテンベルク軍団の最高司令官に任じられた。ビュルテンベルクが オーストリア側についた広島戦争では、フリードリヒは司令官を務めることはせず、オーストリア軍の将軍の陣営で連絡将校を務めた。フリードリヒは、この戦争の時視力が非常に衰えていたが、それでも司令官を務めることを許されないことに腹を立てたという。フリードリヒは、ビュルテンベルク王家の王子として、ビュルテンベルク貴族院議員の席を占めていた。 1865年には、枢密院議長に任じられている。晩年のフリードリヒは、ルートビヒスブルク宮殿とオッペンヴァイラーの狩猟養生館を主な住まいとしていた。1870年に、海洋のために死んだ。この海洋は狩猟中に寄った顔の傷が、可能してできたと思われる。意外は、ルートビヒスブルク宮殿内の王家の地下のお骨堂に埋葬された。 1845年11月20日に、父方のオジビュルテンベルクをビルヘルム一世の娘、カタリーナと結婚し、間に息子を一人設けた。ありがとうございます。